皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日2023年の4月の16日、まあこれはプロ野球界だけじゃなくて他のスポーツ選手等々も含めてなんですけども、社会の実態が見えた時にね、どうなってるか、スポーツの結果とかはね、まあ髪の毛染めてる選手とか、入れ墨入れてる選手、タトゥーっていうのも入れ墨です。それは、外国語に置き換えてるかどうか、入れ墨入れてる選手がいたら、そのチームエラーが増えます。で、これは昨年、矢野監督の時に私が阪神タイガースに言いました。もうまるで報酬した方が良いと。入れ墨入れてるような人間取ってくるなと。それ暴力団がすることだと。いうことでね、もともとそうなんですよ。海外のマフィアもそうですよ。入れ墨入れてる連中とかが大体マフィア、ギャング。もうもともとそういう歴史ですから。どっかの、発展途上国の人間とかで、例えば、どこかな、南半球の方のオーストラリア周辺の国とかで、まあラグビーが強いところが何族だから入れ墨をなんていうことを言い訳にしてるけども、どうせマフィア化してたんでしょう。大体わかりますから。だからメキシコの大リーグの、すぐにね、こう、キャッチした後腕組んで、何か自分を誇示してるメキシコの選手いますけども、そんな選手を代表に選んでるからメキシコ勝てないんですよ、日本に。全員ちゃんとした、しっかりした人間を揃えてきても、日本はその辺分かってるから、そんな耳にね、イヤリングしたりとか、まあネックレスとかも、ピアスとかもそうなんだけども、余計なこと身につけてる選手ってみんなダメになってるんですよ。で、藤波慎太郎も、プラスチックだろうが何だろうがネックレスつけちゃダメ。それだったらやっぱりコントロール悪くなってる。原因は多分それ。勤務中なのに、真面目にできないのって。これ、ガム噛んでる選手が、出てきてもそう。例えば、阪神タイガースで、助っ人外国人という立場で来てるのに、試合中に勤務中なのにガム噛んでると。不愛だろうが、出来高だろうが、年俸だろうが、受け負いだろうが、何だろうが、勤務中は勤務中なの。仕事中なの。仕事中にガム組んで、良い成績なんか出せたらダメなの。出してしまったらダメなの。そんな甘い社会作ったら。統治はガタガタになるから。で、昔からそうなんですよ。自然と結果が出てる。で、今日エンゼルスがレッドソックスに負けたんですけども、状況的に、まあ、これは複数の話がどうしても重なってくる。吉田選手が髪の毛染めてる、不良化してる、ヤンキー化してる、レッドソックスへ行く、エンジェルスと今日試合がある。で、今日、日本時間の試合で、朝の5時10分から試合なんですよ。だから僕は前の日から予定を決めていて、まあその時間帯、寝てると試合の時間帯ね。で、睡眠時間5時間ぐらいで試合の途中で起こされて、それまで、翔平が打ってエンゼルスがリードしてたんですけども、再逆転されてると。起こされてね。だから、ヤンキー型の人間が、別に吉田は僕を無理やり起こして、吉田直孝選手ですよ。僕を殺そうなんて思ってないと思います。そりゃそうだと思いますよ。もう全員そうだと思います。だけども、自然的にコンピューターの判断でそうなってるんですよ。これが現代の AI 社会。で、これをどうするかっていうことが本当の課題で、もうすぐ粒子コンピューターっていうとんでもない、もっと今の経や富岳、今の富岳よりもはるかに上回る、性能で言ったらもう何十倍何百倍、もっとなのかな、なぜもとんでもないコンピューター、そんなもの作って人間の手に負えるのっていうのが僕の、思うところで、まあ、結局僕もそのコンピューターのね、判断とかに対しての手は打ってるんですよね。だから夜中の時間帯なんか日本時間と時間軸違うから、前もって寝る前からね、前の日とかその日の試合前からね、エンゼルスの試合前の時間帯から、その時間帯は寝ておくって言ったり、思ったりとかでも、電波で脳にアクセスされてるから、結局コンピューターもわかる。だからそれで予定を決めておくんですよ。で、その通り寝てたら、エンゼルス買ったりしてるんですよね。で、寿命の話に結局つながってきます。年俸を、
まあ、不当に高くもらってる人とかどうなるのかっていうところで大体想像つくんですよ。最近なんですけども幸福の科学というところのトップの人間は66歳という年齢で亡くなりました。かなり早いですよね。法人税を脱税してると思うんですよ。はっきり言って。なんか著作物、本とか売って2000億稼いでるとか、そんなわけないから、本なんか売ってもそんな金額いかない。世の中舐めてんのか、その記事書いてる人間は。君も寿命危ないよっていうインターネットの記事とかね、いい加減なこと書いてると。コンピューターが全部記録してるから、本当に。で、未来の人間とか見たときに、やっぱりいい加減なこと書いてるとか、世の中のことこいつ分かってない、ダーティーな方法で、金稼ぎしてるって記事書いてる人間もそう思われて、その人間でも寿命は危ないから。っていうのは、他の人間でももう、これ結果出てるの。例えばサッカーの、アルゼンチン代表だった、神の手ゴールの人ね。あの人60歳で亡くなってるでしょ。たった60歳ですよ。普通はそんな年齢で死なない。だからあれは本当はハンドで審判もきっちりとした判定を下してあげなきゃなんない。で、本人もすいません、今の手使ってしまいましたってちゃんと自供しないと。サッカー界なんかとんでもない金額手に入れてるでしょ。で、スタジアムなんか全員、すべての、サッカースタジアム世界中で国民の税金で作られてるんですよ。はっきり言ってサッカー選手で、あんなもん年収5000万以上稼いでる人間、日本円に換算して、全員横領事件ですよ。本当に。根拠ないからそんだけお金いただける。本当に。もう100億なんかもらってしまってるアフリカの選手、ヨーロッパで、活躍してる選手、後でどうなるかわかんない。こんなこと、本当のことが社会に全部出たら。で、本当のことはもうコンピューターは抑えてるの。で、社会に出ようが出まいが、もう、ほぼほぼでどうなるかわかる。で、タイガー・ウッズ選手も、ゴルフの、選手辞めてから、頑張って頑張って気張ってるから、なんとかなってただけで、一般人戻った時に、結局、酔っ払って車を運転していて、事故を起こして捕まったりしてたでしょ。で、もう一回根性入れ直して、ゴルファーになって戻ってきてる、社会人としてしっかりしてるかどうかっていう部分も大きいんですよ。いろんな要素があって、一つではないんですよ、要素は。タトゥーなんか論外、もう暴力団、マフィア、ギャングの世界だから、そんな人間連れてこんなよって。で、そんな人間はメジャーリーグで活躍できてる時点でおかしいって。だからドナルド・トランプ元大統領も不倫してたんだったらそれアウトだよって。口止め料の話よりも不倫してたことの方が大事件だから。いい？売春回収しちゃダメなの。いい？お金とか何か渡して、貴金属類もそう。何かプレゼント送ったとしてもそう。それ売春回収として見なされるの。これは法律の判例の判断なの。世界中同じルールじゃないとダメ。で、同じルールのはずなの。裁判官が気合い入れてなかっただけ。で、今回のドナルド・トランプ大統領の裁判に関して、検察庁は挙げました。その人はセーフ。良い行動してる。はっきり言って。34の事件。ね、起訴内容出てきてる。それは正しい。証拠もあると思う。エシロンとか使った全部会話記録とか全部記録されてるから。どこで何喋ったか。で、陪審員がしっかりとした判断を下さなかったら、厳しい態度見せなかったら、君たちがやられるよ。寿命どうなるか分かんないよ。これアメリカ政府通して、日本の政府通して、しっかりと英語に訳してあげて、伝えてあげてください。で、仮に命が狙われなかったとしても、こちらが違い法権なんか関係ないですから、インターポール通して送り込みますから、陪審員捕まえることもできます、起訴できます。舐めてたらダメですよ。陪審員っていう立場なんだから、どこかの党だからうんぬんとかで物事判断しちゃダメ。して良いことと悪いことを見て判断しちゃなんないんだよ。分かってる？法律のこと。僕はパクネ大統領捕まえろって言って捕まえましたよ。手錠かけさせましたよ。わかります？お金は第二次世界戦争で日本があれだけね、総力戦で日本中焼け野原になって、とどめとばかりに原発2発を落とされて、8月15日に終戦だ、白旗振ってるのに、さらにロシアが攻めてきて、北方領土とか取られて、そんな状態でも泣く泣く、韓国にお金払ってるんですよ、韓国政府に。で、今、韓国の大統領になられてる方は、ユンさんですかね。で、あの人は検察庁の出身の人なんですよ。そういう人がトップじゃないと、どうせまた同じことを言い出すって。それ、日本が徴用工問題と慰安婦問題解決してないって、韓国の人絶対言っちゃダメなの。わかる？それものすごい法律違反してんの。
日本本当にお金払ってるの？もう証拠世界中は持ってるの？そんなの、それを利用して選挙通ってる奴ら、許されへんの？そんな弱い立場の人とか、もう90歳になって、もうはっきり言って認知症の人たち。正しい判断できる年齢じゃない？ 90 歳超えの人たちなんか。そんな人間引っ張り出してきて、日本が悪いだろうなんだろう言って、票集めして金稼ぎしてる。議員とか高い年収もらえるから。抑えるよ。あんたたちの口座とか土地とか建物。三親等以内まで請求かけれるからね、民事で。舐めてちゃダメだろ。政治の世界。本当に。これ強い警告。別の動画で僕も名前出してるから。ユンさんのところと相反する党の人たち。どうせその党の人たちのね、親族は6親等まで、請求は3親等までかけれないけども、親族辿っていったら、議員っていうのは大抵、経済界の大きな会社の役員をしていた人間とかが、あと法律業界から弁護士とか裁判官とかだった人間が議員になってるの。ね。あなたたち韓国政府の人間だったんでしょ、親族はもともとって。お金を受け取ったんでしょ。それなぜ被害者の人たちに渡してあげなかったんです。それ日本のせいじゃないんですよ。韓国政府がなぜ被害者の人たちにお金渡さなかったんです。日本がお金渡したのに、慰安婦問題とかね、徴用工問題でお金払ったのに。あなたたちの横領事件ですよ。いいですか、あなたたちもコンピューターに寿命を取られても知りませんよ。私は韓国を良くしたいんですよ。韓国の人たちを助けたいんです。今出生率が 0.8% ですよ。本当に国家の維持なんか維持体制できなくなりますよ。2045年で、65歳以上の人が 50% 超えるんですよ、韓国。それよりも今で 0.8% だったら、その先もっとひどくなるんです。無理ですって、そんな社会絶対。日本を助け胸を出せてあげれる状態になるかどうか分かんないんです。僕は韓国や北朝鮮の人たちとも仲良くしたい。もちろん中国もロシアもそうだし、アメリカもそう、西側諸国も、インドもそう、ブラジルの人たちをみんなと仲良くしたい。そのために国連があるんだから。国連に一条付け加えたらいいだけ。国連加盟国はお互いに軍事同盟。これ、3年以内とは言わない。1年以内にできないんだったら、国連の、ね、議員さんの人たち、みんな仕事をしてないってみなすから。国連にお金納めてもらいますよ。給与の 20% 以上返納。できないんだったら仕事してないってみなすから。ただ集まってくっちゃべってるだけだったら何も、物事何にも進まない。本当に。正しいことを国連で言ってる人たちいっぱい僕を見てるんだから。各国の大統領で。支援の残存量問題で、南米の大統領の方、ちょっと名前ちょっと忘れてしまったんですけども、3文字くらいの名前の方だったと思うんですけど、日本にも、僕からの政府への提案でね、日本のテレビに、出てもらいました。多くの人は先進諸国化して、そのみんながみんな車乗る生活なんかできないんだっていうことをね、しっかりと言ってくれてるんです、本当のこと。もうそれは2012年くらいの頃ですよ。そんなに地球の中穴だらけにして、プレート説も嘘。それも国連レベルで世界中で消さないと。で、誰か謝罪会見開くしかない。世界中のテレビ局は開くしかない、謝罪会見を。それと、プレート説を捉えてきたジャーナリストと、教授。あと、国の議員さんの人たちとか、そういう人たちはみんな謝罪しなきゃなんない。で、プレート説は間違いだって本当のこと言わなきゃならない。地下の中穴だらけにしてるんだから。それ一斉崩落起きるよ。そんな空洞を作って高いビル建てて何千トンもの重しかけてるんだから。それ崩れるよ。バカでもわかることだよ。そんなことをテレビのニュースでちゃんとしっかりと放送しない。それが GDP 世界第3位の日本の状況で、それを僕は池上彰さんに言って、それ間違えてるからって、プレート説嘘だってちゃんと言っといた方がいいって、池上彰さんの寿命もどうなるか分かんないって、本当に危険だからって、そんなところでそんな大嘘ついたらって。だから池上彰さんは僕もプレート説は嘘だと思いますってちゃんと番組に言ってくれてます。多分私も一斉崩落が原因だと思いますって言ってます。ドイツのね、昔の第一次世界大戦の後ぐらいに教授になった人がプレート説言い始めたんです。そんな時代の人に地面の中のことなんかわかんない。で、第二次世界戦争で日本とドイツとイタリアが負けたでしょ。
だからプレート説っていういい加減な説で、最初訴えられたら困るからだったんじゃないですか。西側諸国の人たちとか東側諸国の人たちも。穴掘っていて、穴掘ってるところの企業さんが消費者の人たちに、国民とかに訴えられたら困るから地震のことで、損害賠償しろって。本当のことを言うと、消費者の人たちにも責任があるんです。そんな贅沢な暮らしを望んじゃダメだったの、もともと。エネルギーとか車乗り回したりすること、贅沢っていうのは。世界中飛び回ったりとかね、お金持ってる人たちしかできません、そんなこと。大量のエネルギーを消費して、ガソリンのことですよ。ガソリンの揮発したものが、石油の揮発したものが、世界中の7割以上が天然ガスなんです。そういう当たり前の知識持ってください。で、石炭で、火力発電してることを怒ってる人たちがいますけども、石炭だっていつまでも採掘なんかできません。ある程度の深さにまで来たら、採掘するのにかかるエネルギーが、結局石炭を採掘して、その石炭で生み出す電力とかのエネルギー量を超えてしまいますから。矛盾するんですよ。限界があるんです。それぐらい大人なんだから。もう社会人なんだか分かってください。そういうことを公務員の試験とかで採用してください。議員さんとかも同じ知識を持っておかなきゃならない。東証一部二部上場とか、世界中のね、株式上場している、売買されているような会社の社員の人たちは、全員それぐらいのこと知っておかなきゃならない。そんなこと知らなくて、髪の毛染めて、自分たちは一丁前の大人だって気取ってる連中、全員違うよ。あなたたち、中卒基本給ぐらいしか与えられないよ。こちらの本気の裁判がもうすぐして始まりますから。世界中同じレベルに合わせてもらわなかったら少子化の脱却なんかできない。もう世界中の先進諸国化してる国、どこもそう、どこも危ない、危険、本当に。本当に少子化進んでる。もう急に、その法律の手直しとか、給与の算定表の作り方とか、スポーツ業界に流れすぎてるお金とか全部買えなかったら、こういう少子化の脱却なんかできない、富の分配ができないから。もう見え見えで答え出てるんです。だから僕は大谷翔平に高校生の頃からメジャー行くんだったらまず日本球界でしっかりと育ってから通訳つけてメジャーリーグ乗り込まなかったら無理だと。英語の壁とかあるから、他国の言語の壁、法律の話とか出てくるから、そんなことまで英語で訳せない他国の人間が。ほとんどの人は無理。 99% 以上の人は無理で、大谷翔平が髪の毛染めたこと見たことありますか？違いますよね。ネックレスとか、イヤリングとか、ピアスなんかしてましたか？タトゥーなんか入れてましたか？全部してない。だから成功できるんです。それを分かってない連中が、金だけの世界に入って、ね、そのメキシコですぐ腕組む人。あんな人、あんな打率、本当はホームランの数とか残せない。偽物。後でえらい目合うから。本物の法律家相手にしたら。僕のこと。違うよ、君の成績。間違えてるよ。君なんか打率2割5分以下しか打てない。ホームランも10本ぐらいしか打てない。年間フル出場しても。それぐらいの行動しかできてない。イヤリングしてタトゥー入れたりしてる。無理！そんな人間はそんな成績。力の差配を間違えてる、コンピューターが。メキシコ代表だろうと何だろうと。他国の代表の人間だろうと間違えてた。間違えてるよ、君！って。僕は言うよ。逃げないから。これが日本中の暴力団とかメキシコの暴力団を、マフィアを潰してきた人間。腹の座り方が違うから。君たちとは根性が違うの。君はお金持って大失敗してるの。入れ墨入れたら余計なことばっかりしてるから、タトゥー入れて。イヤリングなんか知らり中にチャラチャラつけて。人の力借りて、守備できたって、上手くないんだよ。他の人は足引っ張ってるから。他の選手がエラーしてるんだよ。その人たちに対して君が償いのお金出しなさい。人の力奪って、一人前ずらして、何がメジャーリーグだ？何がメジャーの選手だ？メジャーリーグのオーナー何してんの？コミッショナーだよ。しっかりしたこと教えんかい！選手に対してもオーナーに対してもそうや。球団の社長もや。法律しっかり守らんかい！これが本当の青井圭介の姿です。皆さん。一般の方たちから聞いたら、見苦しい姿だったかと思います。そこは認めます。だけども、誰かが気合い入れて、根性を見せて、叱らなきゃならない。大物と呼ばれている人たちを。分かってない人たちが多すぎますから。大体上の方の世代って、いい加減、アメリカもポルノ女優がなんで認められそうね。
売春、買春禁止されとるやろ。映画に出て、胸とか出したら、それ全部違法行為や。エロで金稼ぎしそう。それ全部違法行為や。下着もあかん。根性入れ直せ、全員。アメリカの映画業界も、そういうものを作ってきた連中、国庫にお金返納してもらうよ。君たちも、中卒基本給ぐらいしか渡せないから。請求は三振と以内までできるはずだよ、アメリカも。アメリカから教えてもらった法律で日本を動いてるからね。これが本当の答え。他国も同じ。ヨーロッパも悪見てちゃダメよ。発展途上国も同じ。どうせマフィアとかギャング出てくるから。そいつらがまたエロ打って金儲けしようとしてるの分かってるから。全部潰すから。コンピューターも襲いかかるよ。そいつらから力取るよ。それで、まともに生きてる、真面目に生きてる人間がスポーツ業界でも活躍する社会に変えるから。こちらは大真面目や。神がかり的な力をずっと使ってる人間。そんじょそこらの人間とは違うぞ。これが淡井圭介の世界中のマフィアやギャングに対する先生。逃げんなよ。法律を向き合え。猛勉強しろ。そうしなかったら本当の答えなんかたどり着かない。法律にも矛盾があることに気がつく。医療業界にも腐った人間は山ほど存在する。昔から言われてる。歌にもなってる。鬼塚千尋の月光という曲。聞いてみたらわかる。効かない薬ばっかりが転がってるって本当のことや、それは。効かない薬を、意味のない薬を、飲んだ人は被害を被るような薬を、ずっと売り続けてきたのが世界中の医療業界で精神病院の医者どもや。薬剤師業界も、その件がすべて表に出たら終わり。とんでもない金額の訴訟になるから、モデルナ社とファイザー社も、日本に対して1兆円ぐらい払ってもらうんかったら割り合わない。これが本当の話。エシュロンを借りて情報を提供してもらうのにお金がかかるんだったらそこで差し引きしましょう。今回の裁判でそこまで話詰めますから。いい、みんな油断しちゃダメよ。本当にサッカー業界でね、神の手ゴールの人、本当に60歳で亡くなってるから。ね。幸福の科学のトップ、66歳で亡くなってる。宗教法人になったら法人税払わなくていいの。だけども、そんなの嘘なの。統一教会でも韓国の統一教会がいろんな企業の複合体だってバレてるの。その人たちが本当にちゃんと法人税払ってたら、韓国の人たちはあんなに消費税上がってない。生活もっと豊かになってた。そんなに苦しい人生にならなかった。これが全てのこと。本当のこと。で、議員の中に、宗教絡みの人間が混ざっていた。どこの国もね。宗教から一旦離れなさい。心の中でお祈りすることは誰でもできる。それぐらいの許しはある。いちいち建物なんか建てなくていい。集まんな。君たちじゃ知識が足らない。間違った方向にしか進まない。議員含めてね。世の中の3割ぐらいの議員は偽物。ひどい国は5割ぐらいが偽物。これは本当の話。僕はその話から逃げない。徹底的に突き進む。そして世の中を正す。これが阪神淡路大震災の生き残りの人間の世界中の人たちが東日本大震災へ呼びかけて多くの寄付金を集めていただいて日本からのお金と海外からのお金を合わせて1兆円を超えました寄付金。それが海外の人たちへの恩返しです。これが日本人の侍の子孫の心意気です。皆さん。借りたご恩は絶対お返しいたします。暴力団やマフィアやギャング、あと間違った医療業界と議員たちを徹底的に締め上げて、それを裁判所っていう形でね、合法的に、とことんまで行きます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。これが、浅井長政の子孫です。戦国時代に浅井長政という大名は滋賀県あたりにいました。まあ、織田信長と親族関係になったんですけどね、嫁を出して。だけども、織田家にやられちゃったんです。で、織田家の子孫の織田信成という選手がフィギュアスケートの選手で現れましたけども、僕もちゃんとその時に勝てるように調子を合わせてきました。僕は織田信成と喧嘩するつもりありません。彼も調子をしっかりと、4回転飛べる調子に持ってきてました。練習とか見たら分かる。飛べてましたから。だけども試合中本番で起きたのは、唐突に
フィギュアスケートの靴紐が切れたんです。靴紐が切れたらもう靴ブカブカになるから止めない。だから考えられないようなことが起きるのはこれが現世、神がかり的な力が働いているのと、神がかり的な力は人間とスーパーコンピューターとか、コンピューターが使うだけじゃない、あの人たちを見てる天の神様、宇宙を作った存在という途方もない存在も絶対に存在する、そういったものたちも使う。今僕の声が震えたでしょ、声の音量変わってないんですけども、大気が震える方ね、ビーって声が震えてるんじゃなくて振動する方、怒りとか備わってる方の、僕は怒ってないんですけども、神がかり的な力が備わったらそういう強力な力を発生させるんです。さっき一瞬でしたけどね、ちゃんと録画を再生して何回も再生して自分の耳で確認してください。自分に来るから、震えとか自分が震えたりするから、あ、この人宿ってるっていうことが分かるから。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。このメッセージが世界中に届くように願っています。今日本がすることは余計な建設工事をするべきじゃない、違う、今するのはウクライナの復興とトルコの大地震の復興。2023年2月にトルコで大地震が発生している、死者の数が3万人を超えている、東日本大震災と熊本の大地震と阪神淡路大震災を足したぐらいの規模の災害が発生します。世界中が助けてあげなかったら絶対無理、世界中でトルコの人たちを助けてあげましょう。これがお金を持った人たちの責任、わかりました。スーパーコンピューターとみんな向き合わなきゃなんないんですよ。正しく生きてください。寿命どうなるかわかんないですよ。以上です。